吉泽正四经营的希望牧场距离福岛第一核电站仅有十多公里。2011年东日本大地震及福岛核事故发生后，牧场所在区域受到严重的放射性污染。日本政府要求浪江町全域居民避难，并要求对域内牲畜做扑杀处理。吉泽不忍看到自己饲养的牛被扑杀，就独自一人留在牧场，继续照顾300多头牛。2021年4月，日本政府作出将福岛核污染水排入大海的决定。对此，吉泽和浪江町的居民们感到愤怒不已。这几年，他们多次前往东京等地举行反对排海的抗议活动。眼下，吉泽等人决定在距离福岛第一核电站仅6公里的海岸设立帐篷村，继续组织反排海活动。他们希望以此引起日本政府和东京电力公司的注意，同时呼吁更多当地居民加入抗议。福島県のみんながね、すごく心配してるとか、漁民が本当に困ってるっていうことについてね、なかなかその知事としての積極的な発言がないんですよ。まあ、その福島県のに対する復興予算がね、やっぱり、まあ、そういう予算でその首根っこがしっかり抑え込まれているんですよね。だから国に対してその言えないんですよ。汚染水放出反対ということをね、言えないんですよ。不久前，福岛第一核电站港湾内捕获的鱼类体内检出超标放射性物质的新闻，也让吉泽倍感焦虑。他说，东京电力公司已经是习惯性的避重就轻，隐瞒真相。本地海产品实际含有的放射性危害可能比公开的更加严重。因此，吉泽和部分福岛居民还自发组织在请户海岸钓鱼，并自费送检。まあ本当に大丈夫かなっていうその不安と、それからまあそれだけではダメだから、やはり自分たちで実際釣ってね、この魚をスズキを検査に持っていくということを今やってる最中なんですよ。漁協の検査もね、福島県の検査も要するにセシウムしかやってないわけですよ。問題になっている放射性物質はなんか60種類ぐらいあるというふうに、まあ細かいいろんな他の放射性物質がどうなってるかはね、なかなかその俺たちに分かんないんですよ。福岛核事故过去12年，当地民众受到的伤害从未停止。吉泽说自己一生都扎根在这片土地，他不希望家乡永远笼罩在核污染的阴影里，更不希望核污染水被排入大海。安全ではやっぱりないわけだから、処理水とかいうやつはね、問題があって危険なようなものを薄めればいいんだとか、そんなのおかしな話なんですよ。じゃあそれを、まあ多分50年だと思ってるんですよ。50年以上続くんですよ。終わんないんですよ。俺たちはもう来年70、ね、あと何年生きるかったらせいぜいね、10年か15年ですよ。俺たちはやがていなくなるんですよ。ね、寿命来て終わるんだよ。じゃあ子供たちや孫たちの世代にさ、そういう福島の魚危ないよねと、放射性物質がいろいろ見つかるよねっていう、これはもうね、また福島に対するその打撃というかダメージはね、やっぱり終わんないと思うんですね。